海町にある海八幡宮。ここで子供たちの視線を釘付けにしているこのヒーローこそが、私あの海町を守るご当地ヒーローバッテンジャーと言います。ちょっと腰の低そうなご当地ヒーローバッテンジャー。ここ海町を拠点にゴミ拾いや子供たちの安全を守る旗振り運動など地域を守る活動に取り組んでいるんです。ちなみにこのバッテンジャーという名前の由来というのが、煽り運転、飲酒運転、ゴミのポイ捨て のバッテンと博多のバッテンをかけたんです。去年の1月から活動を開始したバッテンジャーにはもう一人の仲間が。バリバッテン、相棒のバリバッテンです。実は私の息子なんです。共に活動する相棒バリバッテンはバッテンジャーの実の息子。決まってますね。体幹がしっかりしてる。ヒーロー好きという共通の趣味から誕生した親子のヒーローなんです。しかも息子が全部手作りでこの衣装は作ってます。子供たちを夢中にさせているこのかっこいいマスクやスーツ、バリバッテンこと息子のケント君の手作りなんです。小学生の頃から段ボールでヒーローのスーツを作ったりと昔からものづくりが大好きだったそうです。実際に制作現場を覗かせてもらうと、普段衣装制作をしているところです。ケント君がヒーローのスーツ作りを始めたきっかけは、お父さんがきっかけで楽しそうだなと思って、まあ、お父さんに教えてもらいながら作ったんですけど、そしたら意外と面白くて、もともと父と共同で始めたスーツ作りも今では息子ケント君の大事な仕事。これまでケント君が作ったスーツは全部で4体。すごいな。ちなみに1体あたり3ヶ月程度の制作期間なんだそうです。本や YouTube などでプロの技を勉強し、制作技術もどんどん上達。そんなケント君が一番気に入っているものが、このバッテンジャーの武器、剣ですね。そのバッテンジャーなんで、バッテンをモチーフにしてかっこいいが一番こだわりです。親子の思いがこもったバッテンのマークをふんだんにあしらったオリジナルの武器。バッテンジャーがいたからこそ生まれた二人だけの道具です。これまでお父さんのヒーロー活動を支えてきたケント君ですが、実は春から新しい道に。大阪の専門学校に行って粘土の原型を作ったり、デザインだったり、デッサンだったり、そういうのを身につけに行きます。きっかけはやっぱりそのバッテンジャーの活動だったり、造形したいなと思って、そういうのはやっぱりプロみたいになろうと思って。お父さんにきっかけをもらい、春からは自分の道に進むケント君、夢はさらに広がっています。大きな夢は造形会社を立ち上げるのはもちろんなんですけど、やっぱりバッテンジャーをもっと広めたいなと思って、ゆくゆくはバッテンジャーを代々受け継いでいってほしいなと思っています。